会をそのタイミングで帰ってくる場所と時へ誰かが待っているのかと尋ねてみればそれなりのことともう失ったものは帰らないこの人生を継ぐものはいらないそういう人生がそうでなければならない一人の人間としてそうなるべきところへ明日の痛みは今日の敵は明日の敵この戦争を仕掛けるのは明日こしかないそれでみんなもうこのくらいで失うものもないただ今を歌う希望だけは繋いでて誰に見てもらっていい自分でわかる買えないからだしゃぶ打つ金もない人間の仕組みをある本で学んだ人間の脳の働きだ人生を垣間見たその先祖の先祖途切れてはつなぎその繰り返しはいつもの世もつながっているこの世で終わりにしなければそうじゃないだろうかこの感覚は同じ立場でないとわからない子供の頃には信じられなかったでも後悔はしていない人生の汚点でもあるこの状況で行くしかないんだそして月へ糧となる人生をシンプルに行こうそう願うようになったのも最近のことだと思うそれでいいんだ